マサガ。戦って全滅、戦って全滅、戦って全滅だ。難しいから面白い。はい、どうも、ゴージョローゲームズです。今日もね、ロマサガ RS やっていきましょうということで、皆さんね、今、ちょっと CM 見ていただきましたか？これはね、第1弾の時の CM なんですけど、戦って全滅、戦って全滅、難しいから面白いロマサガ RS ってね、はずだったんですけれども、先日のね、お知らせでもありましたけれども、アップデートに伴ってね、一部のハードとベリーハードのね、クエストの難易度をね、ちょっと緩和するということなんですけど、私はこれにね、ちょっと反対意見をね、示したんですけど、まあ、せめてね、ベリーハードぐらいはそのままでいいんじゃねえのっていう話をしたんですよ。うん。ベリーハードなんでね、難しくて当たり前っていうか、まあこの CM でもね、言ってますよ。難しいから面白いんですよ。ねえ、緩和してどうすんのって。それもね、第8話の、まあ、ある部分まで緩和すると。で、9話、10話、11話はね、今私たちが、まあ、最前線でやっているところは、緩和しないと。難しいまま、お前らはやれ、みたいなね。はい。できない人は、優しくするから、どんどんやってくれって。それは、ハードまででいいと思うんですよね。私は。うん。難しいから面白いって、ロマサガが言ってんだから、みんなそこ頑張っていこうよ。ね。うん。一生懸命育成しようよ。育成する時間がないからできないんだって言うなら時間かけてやりましょうよ。僕たちも時間かけてやってきたんですから。ね。まあ、それはユーザーに対しての私の意見ではなくて、これは運営側のね、アカツキとかスクエアエニックさんに、難しい部分は難しくしとこうよと。ベリーハードはね。うん、チャレンジエリアじゃなくて、どうしても進まないといけないところだけど、みんなね、頑張って超えてきたんだから、そのままでいいでしょって。私は思うわけですよ。うん、まあそれ確かに超えられないとずるいとか、これは難しすぎだろうって言うかもしれないけど、誰もが超えられない壁ではなくて、私だってそんなにいいキャラばっかり持ってるわけではないし、そんなに強いわけでもありませんよ。うん、でもまあ苦労して苦労して何度も何度もやり直して超えてきたんでね、皆さんもちょっと頑張ってほしいなと思うわけですよ。うん、その方がね、達成感ありますよ。ただ周回して育成するだけのゲームだったら今までいっぱいあったんですよ。今までいっぱいあったけど、結局みんなそれに飽きてユーザーは離れていったんですよ。ね、チャレンジエリアとは別に、この物語クエストにノーマルとハードとベリーハードってわざわざその段階をつけてるんであれば、ベリーハードはベリーハードのままでいいと思うのね。うん、で、まあこれは私のまあね、勝手な解釈ですけど、まあそれはいいでしょう。はい、ということで今日のお題はですね、こちら。はい。新イベント、ムマとの戦いというのがですね、明日6月1日の土曜日から、6月の15日まで約2週間、イベントが開催されます。で、こちらはですね、まあ、ムマとの戦いということで、まあ、今ね、レンの忘れられた礼拝堂へっていうね、物語クエストがね、あるんですけれども、そこの、まあ、最上階で出てくるムマっていうボスがいるんですよね。うん、で、このムマと、まあ、直接対決をするというイベントですね。はい。で、ここで、銃の S、ラメントっていうね、武器も、どうやらゲットできるそうなんですよ。はい。で、ここでゲットできるラメントにはですね、属性プラスっていうね、武器もどうやら手に入るそうなので、ぜひね、エミリアとか、あと、まあ、T260 をね、育ててる方とかは、ここでね、属性付きの武器を、まあ、集めて、まあ、強化とか進化した方がいいのかなと思います。はい。はい。で、ね、注意点としては、まあ、対象キャラクターを連れていかないと、S のラメントはドロップしないということなので、対象キャラクターは、エミリア、ハリード、ファティーマ、バルドー、レン、という風になってるんで、まあ一応ね、この対象キャラクターを連れていくと、S のラメントがドロップで手に入るので、はい。そこはね、お忘れのないように注意していただきたいと思います。はい。で、このムマとの戦い、ちょっとおさらいしましょう。はい。このムマなんですけれども、まあベリーハード、で、出てくるムマは、そんなに強くないです。弱かったんですけれども、まあ、今回のこの新イベント、ムマとの戦いの場合では、ちょっとね、やっぱレベルアップしてくると思いますので、ちょっとね、おさらいします。このムマはですね、結構ね、技をいっぱい持ってます。はい。体術技、召喚技、剣技、いろいろ持ってます。はい。で、眠らせてきたり、いろいろと邪魔的な攻撃もしてきます。はい。それとね、ウィーク属性と、レジスト属性をね、しっかりと頭に入れて、編成組めばね、勝てない相手ではないと思います。で、一応ね、この画像を見る限り、こちら。はい。1ラウンド制ですね。まあ、ボス戦のみっていうことになるんで、
オーバードライブをね、使って戦うっていうことが、ちょっと難しくなってくるんで、まあ、いかにね、こちらが有効打を当てていくかっていうところが焦点になってくるので、このウィーク属性とね、レジスト属性をしっかりと見極めてパーティー編成した方がいいと思います。はい、一応ちょっとね、やってみます。はい、こちらは物語クエストの方のムマなんですけれども、はい、これはね、あえて敵に技を使わせるために、通常攻撃だけで、はい、行っております。はい、このムマなんですけど、まあ、おすすめ攻撃属性はですね、まあ、ダー属性と熱と陽ですね。で、今回ね、エミリア持っておられる方なんかは、ムマにはね、効きますし、まあ、ダー属性なので、まあ、対術キャラとかもね、結構いいダメージ出してくれるんじゃないかなと思います。このムマはですね、技豊富で、結構ね、1ターンで、まあ、複数回攻撃してきますので、対術のサブミッションとかで、まあ、こちらが受けるダメージをね、減らすということも、まあ、必要になってくるのかなと思いますね。はい。あと、それからおすすめ耐性なんですけど、こちらはですね、残攻撃、突攻撃と、あと、術の陰ですね。残とか突の耐性を持ってる防具をね、しっかりとつけて、いった方がいいです。あとね、状態異常も、いっぱい仕掛けてきます。麻痺、眠り、混乱、魅了、バーサクとかね、結構いっぱい使ってくるんで、状態異常ね、耐性上げるアクセサリーをつけるか、まあ、白バラ姫なんかね、持ってる方は、重宝するスタイルになると思いますね。まあ一応陣形なんですけど、体術キャラ多めに行くんであれば、ラピッドストリーム、スピードを活かして、まあ 50% ね、ボーナスがつきますんで、ラピッドストリームなんかはおすすめですね。はい。ということで、明日から始まる新イベント、ムマとの戦いなんですけれども、物語クエスト、ベリーハードの最初の、部分をクリアすると、このクエストが解放されますので、はい。一応そこまではね、皆さんやっておいてください。はい。ということでね、ちょっと明日から始まるムマとの戦いのね、一応おさらいということで、明日に備えて、今の間にちょっと編成作っておくのもいいんじゃないのかなと思います。はい。ということで、まあ、今回の動画はね、ちょっと、明日から始まる、ムマとの戦いの、まあ、おさらいということで、はい、それに備えて、皆さん、準備をしといてくださいという動画になっております。はい。ということで、今回の動画は以上になります。またね、明日から始まる、このムマとの戦い、新しい情報ありましたら、また動画でお知らせしていきますので、また動画の方も遊びに来てください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録、コメントなどなどお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。